出口直妃、大本三代教主は、聖地天音教の神殿の意義を示しています。礼拝堂であり、能楽堂であり、茶室であるという、これらの融合する一つの建造物は、弥勒の世の雛形になるものと、密かに誇りを感じているものであります。万象殿、天音教の最高至聖所月宮宝座を拝礼し、神殿には大本主大御神を祀る聖地の神殿です。最新大本主大御神は、世の一切を生み育て、大地を作り固めた神。また、その他諸々の天使を総称しています。朝夕の礼拝をはじめとして、天音教での祭典のほとんどが、この神殿で行われています。万象殿は、礼拝殿としてだけではない特色を備えています。能舞台、茶室万象軒、類稀なこの美しい建物には、出口直妃大本三代教主が大切にした日本の心が生かされています。そして、大本の特色である信仰と芸術と生活の一致を万象殿は体現しています。完成報告祭を終えた昭和33年、三代教主は一種の短歌を残しています。56年7ヶ月の我が年巡り来て、父の願い意思万象殿立ちぬ。礼拝殿としての万象殿は、三代教主の父である出口鬼三郎正史によって早くから構想されていました。昭和8年万象殿建設にあたり、地鎮祭を執行。昭和10年には小野始め式が、まだ基礎コンクリートだけであった建設地で執行されました。しかし、建設中の万象殿は当時の国家当局による弾圧によって破壊され、正史の思いは実現しませんでした。昭和32年、再び三代教主によって万象殿建設の構想が発表されました。綾部には二代様により弥勒殿が建ちましたが、亀岡にはまだ拝殿もない有様でございます。さようなわけで、日々礼拝をさせていただくところを第一に作らせていただくことにいたしました。万象殿は
私として初めて建てさせていただきますので、立派な、そして大元の特色を十分に発揮できる建物でありますようにと念願いたしております。信仰即芸術即生活。自ら生涯をかけて日本の伝統芸術に精進した三代教師。その指示のままに立ち上がった万象殿には大元の教えの特色が具現されています。芸術を象徴する拝殿脇の能舞台、鏡松は能画家松野宗風画伯によって描かれています。大元と能のつながりは、出口直開祖が神の導きのままに舞を舞ったことにその端を発しています。三代教師は日本の最たる伝統芸能である能について示しています。他の演劇に見る幕の奥で隠れ事が進められているような、煩わしさのない明るい透明な清らかな演出であることも、これは私たちの祭典のそれと全く相似していると思います。また能舞台が持つ役割について次のようにも示されています。この度万象殿の設計中に能舞台が加えられました主なる意味は、それが歌祭りをさせていただくに最もふさわしい様式であるというところから来ているのであります。歌祭りとは、古来日本各地で行われていた神に和歌を献ずる祭典です。長らく途絶えていたものを昭和10年正史が復興、平和を祈る神事大元歌祭りとして毎年8月6日正史の生誕をことほぐ瑞星大祭前夜に行われています。生活を象徴し、万象殿に併設された書院造りの茶室、万象軒。大元の教えに基づく日々の生活の在り方を象徴しています。茶は天国の遊びと聖史は説き、茶道は天地のご恩に感謝する心を生活に生かすためのものと教えられています。三代教師は幼い頃に見た祖母開祖の姿を追慕しています。祖母は行いのふとした節にも茶の美しい姿が宿っていました。その生活にはいつも茶でいう和気静寂の気が漂っていました。厳しい中にも清らかな開祖の日常の姿が茶の心とともに今も大元に息づいています。
この度これら日本文化の粋をそのままに取り入れましたのも開祖様のお示しになった弥勒の世の姿に沿わしていただきたい念願からであります。聖地の神殿に馳せた出口鬼三郎聖師の夢、その夢は三代教主によって表され、開祖に始まる大元の教風を今の世に伝えています。